umaga, umuulan ang Japan. Padulong na ko sa trabaho. Good morning! Sa maulan na umaga. Ay, gaulan nagkukusog. Ato na ko sa trabaho. Muna yung nanan ako sakyan ng train. Hi. Patapos sa machine ko, steva, sa patuba, ang mga wasuri na sila to ka, so yun na koto wa, sa mga film mo, ito yung show ka ni. Ang mali sa mga uboy din na ito ka. So です, so です, so です. え、2019年だと思うんですが、2020年、そうですね、2020年のクレイですね、そうです、そうです。そうです、そのくらいですね、クレイぐらいからですね。はい。そうです、すいません。 実はその今はその弁護士が相手方、こちらつけたんじゃなくてですね、相手方が要はその弁護士を依頼をして、で、要は弁護士がついてるんですね。すごくあちらの手だって、要はそのあちらの依裁者の方が原告の方から裁判所の方に行って、要はいつこさん弁護士をするということで。 全然全く我々とは関係がない形の、そう、言われない依頼した弁護士じゃなくて、その専任弁護士、代理人っていうんですけど、その裁判所から専任された弁護士が、いつごさんに一応の代理人として付いてるんですね。で、一応その、そうです。で、その方、その弁護士からの、まあ、依頼で、で、そういうふうな形で何もないか資料があれば、そのご提供いただきたいっていうような、 話がありまして、はい。それと、もしですね、ちょっとその代理人が、その、マネージャーの方と、ちょっとお話がしたいということであれば、まあ、30分ぐらいになるとは思うんですけど、お時間って作ってもらうことってできますか？ そうですか。一応、緊々で呼ばれてるのが、一応、すいません、休みの日曜日になるんです。
もし電話番号入れたら。電話、携帯番号入れたら、それも正しくありませんって。要するに何手さんの手さんメールかということはメールアドレスを全部つけないと無理なんだ。携帯のメールアドレスですか、それともまた新しいコスプロンですね。もう新しいアドレスだけど、すでにお持ちのアドレスなんだよね。スカイプ電話番号でも使っちゃうと、これ多分あの確認番号が来るんだよね。うんうんうん、メールで、うん、そうすると、うん、そのパソコンの電話番号になってきちゃうのでショートメールは自分の電話番号入れてみよう。でもダメですよ、正しくありませんって言ってできます。あ、何メールアドレス？じゃあ、あの何電話番号入れたら、これね、今ね、多分ね、あれじゃないとダメなんだよね。メールアドレス？うん。アドレスを先に作ってもらった方がいいな、これ。そしたらそのままログインできるもんね。そうだよね。こっちのホームページを先にやるか。あ、まだホームページのアドレスは使ってないです。うん。あ、そうか。そこのホームページの。先にドメインがあれば多分取れるから、それを取ってもらって個人のメールアドレスを。